おはよう。せやさん、団子ありがとう。かぎ37さん、500日おめ、ありがとう。おはよう。もう来た。ごめんね。まえちゃん、すすき、ありがとう。おはよう。髪ポワポワしてる。寝癖が。おはよう。ゆずきちさん、500日おめ、ありがとう。ありがとう、おはよう。せんこさん、500日おめ、ありがとう。あ、クラコン、ありがとう、見てくれて。自分も見たよ。嬉しい。おはよう。マーキュル、レモス、ラブレター、ありがとう。シマさん、好き、ありがとう。完全にめちゃめちゃに寝起きですね。寝起き休み。コウジさん、500日おめ、ありがとう。ありがとう。おはよう。デオさん、500日おめ、ありがとう。コウジさん、好き、ありがとう。おはよう。スミッチさん、ハート、ありがとう。カイトさん、500日おめ、ありがとう。ケイさん、500日おめ、ありがとう。竹松さん、500日おめ、ありがとう。ありがとう。クラコン見てくれて。見れなかった方も TVer でぜひ見てね。みきゃくん、500日おめ、ありがとう。なおさん、500日おめ、ありがとう。おはー。しんちゃんさん、好き、ありがとう。しんちゃん、ハート、ありがとう。おはよん。でんじろうさん、500日おめ、ありがとう。ゆうじさん、500日おめ、ありがとう。しょうごくん、好き、ありがとう。ハートもありがとう。TY さん、500日おめ、ありがとう。スノーさん、500日おめ、ありがとう。いっぱい嬉しい、500日。そう、もう500日。早いよね、すごい。もう500日が経ちますよ。早いもので。奈良西さん、お団子、ありがとう。ポロンさん、500日おめ、ありがとう。おはよう。エビちゃん、500日おめ、ありがとう。マカロニ色鉛筆さん、500日おめ、ありがとう。アツシさん、500日おめ、ありがとう。おはよう。ゆずきちさん、好き、ありがとう。レアくん、500日おめ、ありがとう。ハートもありがとう。マカロニ色鉛筆さん、好き、ありがとう。しんごさん、好き、ありがとう。チクタクさんも好き、ありがとう。ね、千日あっという間に来そう。確かに。福太郎さん、500日おめ、ありがとう。1年千日ってことは3年ってことか。3年とちょっとか。初めて、今が1年半ぐらいだから、また1年半とちょっとぐらいか。今山吉さん、500日おめ、ありがとう。リンカさん、好き、ありがとう。そう思うと結構すごいね。次1000日って1年半後だよ。そう思うと、うん、なんかね、気づいたらあっという間に来そうって感じするけど、めちゃめちゃすごいですよね。うん、1000まで続けたいね。
はやすさん、しゅけんさん、おはよう。ありがとう。もっと大人っぽくなってるかな。りょうじさん、団子ありがとう。たつばらさん、500日おめ、ありがとう。おはよう。夜更かししちゃった昨日。でもクラコン見て、あおいさん500日おめ、ありがとう。ねえ、500円ずっと見てないか分かんないんだけど、チケット使わず毎日健康で。ねコロナとかでチケット何回か使ったりしたかな。でもほぼ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 っていうか、それ使ってないですね。コロナだけかな。コロナで体調崩しちゃった時ぐらいかもしれん。まもるさん500日おめ、ありがとう。さなまるママさん、ハートありがとう。わたやんさん、ハートありがとう。寝起き、千日には中学卒業してるからねえ。とっくの通り卒業してるわ。おはよう。確かに昇格してたいですね。500日、次の千日、そうだね。おはよう。嬉しい。まつげギャン上がってた。やった嬉しい。クラコン、おはよう。ケチョの養分になってたけど可愛かった。嬉しい。面白い。ケチョの養分になってたけど、ゆらさんめっちゃ面白かった。おはよう、ありがとう。見てくれてありがとう。おはよう。25年の2月7日あたりだね、千日。25年ってすごい響きが。なんかありがとう500日。え、安住に体さっさしてもらいながら起きる夢で起きたの。すごい夢の中だった。現実にならなかった。実際にならなかったか。ライジングさん500日おめ、ありがとう。あ、嬉しい。リアル2月待ってる。ありがとうね。早く会いたい。ありがとう。おはよう。たくぞさん、ハートありがとう。あ、再販もちろん始め、ポチポチ嬉しい。ありがとう、嬉しい。え、また話したいもんだって。嬉しい、待ってるね。いっぱい話そう。あの T シャツ、また T シャツを着て会いに来てほしいし、アクスタの行方も気になります。はやおきさん。早起きになってる。確かに今日早起き。昨日も夜お早く早めに寝てたもんね。バラありがとう、ありがとう。早起き初見さん、ジャンさんありがとう。おはよう。あ、早起き成功したってことで早起きなんだ。なるほどね。ねえ、あ、アズミブスが出て、え、私も不足してるよ。
いい加減会いたいね、本当に。うん、いとちゃん500日おめありがとう。クラコンの詳しいので仕事終わった。お、嬉しい、見てね、クラコン、クラコン見てください、皆さん。おはみんありがとう、見てね。はよきさん500日おめありがとう、ありがとう、嬉しい、かわいい。おはよう、リュウくん、鈴木、ありがとう、リンくん500日おめありがとう。やりちゃんさん2200、本当にすごい、うん、すごいですよ、2200。カツボの福岡さん500日おめありがとう。ねえ、ドキドキしちゃいそう、嬉しい、ドキドキさせちゃうドキドキさせちゃおう、ドキドキさせちゃおうかな、リアルでもっと。せやさん500日おめありがとう、かかった、うれしい、うれしい。お、2月25日6時間目に、了解、うれしい、お仕事頑張ってね、待ってる、うれしい。おはよう、せやさん500日おめありがとう、ゴンちゃん500日おめありがとう、おはよう。あと3分で、あ、そういうこと、あと3分で500日おめなの。あ、自分があと3分後に500日前は配信始めたってことですか。え、朝配信だったっけ、一発目500日の。朝配信って朝配信だったっけ。しんちさん、ハートさんね、ありがとう、おはよう。コウジさん500日おめありがとう、リモさん500日おめありがとう、ケンちゃん好きありがとう、三本の山サポーターさん500日おめありがとう、マーキュル500日おめありがとう。あ、めっちゃカラス、めっちゃカラス、めっちゃカラス。なるほどね、15分経って確立しないって、そういうことか、配信が成立するのが15分ってことか。あ、なるほどね、テロップがピルプロって出るやつってことね。確かに、あと、あ、じゃあもうちょっと、あと1分。前回の話から決済するの忘れ、え、おい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 忘れ、あらららら、やん。でも今日廃材班始まったから、また待ってるよ、来てね、来てね待ってるから、本当に来てよ来てね、もう来てください。500日、カラスも、カラスも祝ってくれてるのかな、500日おめ。あ、なった、達成、来た。あ、タバありがとう、
しんごさん500日おめたばありがとう。嬉しい嬉しい、500日たばありがとう。しんごさんいつも本当にありがとうね嬉しい。500日いっぱいたくさんの愛が嬉しい。おはよう。あ、ショールームとか大きく見たいけん iPad 買いたい。マイトイケン参考して iPad 悩んじゃうよね。でも私も最近 iPhone 新しいのに変えようかなって思ってるから、同じタイミングで変えちゃおう悩んでるんだよね。 iPhone 新作私も欲しいなって思って。カズサさん500日おめありがとう。ホディオさん500日おめありがとう。あ、嬉しい。お話かつかしよ、嬉しい。ひろふみさん500日おめありがとう。ありがとう。カイトさん500日おめありがとう。ピノキノコさん500日おめありがとう。昔からおじいさん500日おめありがとう。デモカセプリンスさん500日おめありがとう。ゼロタピさん500日おめありがとう。トシさん、ダルマさんありがとう。ユウさん500日おめありがとう。お仕事頑張ってね。一番印象に残ってる配信なんだろう。一番印象か、いろいろと印象残ってるけど、レモンサワーかなあんなに素のびっくりした表情あれが多分一番素のびっくりした表情が出てる私のもう昔の方がまだ緊張してたけど、してて、今の方が全然もう配信で見せてる安住は結構素を出せてるんだけど、レモンサワーが一番ですね。一番あれがもう素いっぱいあるよね。確かに生姜弾いちゃったのも思い出だな。生姜料理配信で生姜弾いちゃった。アスさんハートありがとう。アコーのヨシさん500日おめありがとう。クラウドさん、初見さん、なーにありがとう。マツくん500日おめありがとう。イムヨムキチさんハートありがとう。あとでもあのね、角切りパインさん、角刈りパインさんが登場した日の配信も印象的。あの配信で角刈りパイン誕生したから。あと何気に最近やってないけど、私ね配信でね、めっちゃ初期らへんにねラジオ配信したんですよ。実はラジオ配信っていうのやったんよ。メールでお便り募集して、お便り読んでリクエスト曲流してみたいな感じ。あれ印象的かも。覚えてる方いるかな。またやりたいな。あれ500日で何回配信するんだろうね。確かにどうやって見れるんかな、500日だけど何回配信してるかって。コウジさんハートありがとう。MM キチさんハートありがとう。
花だれ初日の夜の配信、あー東京公演の日か、東京のホテルで配信してたやつ、え嬉しい、あれ残ってる記憶に。笹鬼さん500日おめありがとう、泣いちゃった、たし懐かしい、泣いちゃった、息をする心で感情移入しちゃってね、歌詞に、そう懐かしい、おはよう。納豆チャーハンも作ったね、懐かしいね、そう思うと思い出いっぱいある。もう毎日のさ日常になってるからさ、ショールーム配信って私の日常の一つなんですよ。だからもう毎日生きていくことと同じ感じで思い出が刻まれていく、ショールーム配信ってそんぐらいもうこうやって配信してみんなと話すのが日常の一つになってる。ありがとうね、500日も見てくれてそう本当に嬉しい。ふみたんさん、初見さん、おはよう、ありがとう。そうラジオやったことあるんよ、そうラジオ配信。ピュアタンタン500日おめありがとう。確かにお好み焼きも作ったね。今山吉さんハートありがとう、嬉しい、ガチャガチャ、確かに出会い、おはよう。コウジさん団子ありがとう、お仕事頑張ってね、嬉しい、原動力嬉しい。あ、誕生日なの、コウジさん。嬉しい。おめでとう。教えてくれてありがとう。Happy birthday to you.Happy birthday to you.Happy birthday, dear コウジさん。Happy birthday to you. おめでとう。おめでとう。ありがとうございます、いつも配信見に来てくれて。私も今日500日だからおめでとうが重なりましたねおめでたい、素敵な一年にしてね、ありがとうありがとう。おでこさんせいさん500日おめありがとう。くまねパパさん好き、ありがとう。ひるやすみさんハートありがとう。あのだれのアーカイブ見ながらの配信、やったねやったね、配信やったね、確かにまたああいうのしたいな。ねえ、懐かしい、厚底スニーカーの話、コウジさん500日おめありがとう、ウチーさん500日おめありがとう、累計ランキングの訪問回数見ると800回以上かね、ねえ、だって500日やってるけど朝配信もやってるから、朝配信分1日2回やってる時もあったり、ショールーム配信イベントとかもあったりして、配信回数が500回ってわけではないからね、配信してる分だけ会いに来てくださって
500超えて何百回何百回とか来てくれてる方何人もいる。そうそうそう、配信回数的には500じゃないんだよね多分。おはよう、嬉しい。あ、LWP の頃からカウントされた、そういうことか、それもあるのか。確かに同じアカウントだもんね。おはよう、なるほどね。庄司さん500日おめありがとう、おはよう。よし、じゃあ何条読もうかな。今日は500日のお祝いで7時半、夜の7時半からカラオケボックスでカラオケ配信をしようと思ってるので、よかったら夜の7時半に遊びに来てください、このルームに。あとみんなのおかげでいただいたあのキャンペーン、ショールームキャンペーンの達成のあのゴディバじゃなくてハーゲンダッツが、ハーゲンダッツのアイスの券もたくさんいただいたので、それもねあの食べようと思う。うん、おはよう。庄司さん500日おめありがとう。ミヤティさん500日おめありがとう。カラオケ待ってます、待ってるね。7時半からミミさん500日おめありがとう。でもさ、注文しませんしませんやりませんじゃあにランキング読みます。13位せいやんさんありがとう。12位りんくんありがとう。11位スノーさんありがとう。10位しまさんありがとう。9位くまねパパさんありがとう。8位しんちゃんさんありがとう。7位マーキュルありがとう。6位マカロニ色鉛筆さんありがとう。5位ゆずきちさんありがとう。4位昼休みさんありがとう。3位コウジさんありがとう。2位カイトさんありがとう。そして1位はドゥルルルルルルルバン、シンゴさんありがとう、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとうじゃあ今日も一日頑張ってね、頑張ってね、ありがとう、いってらっしゃい。じゃあねねあずみんで終わります。せーのって言ったらねねあずみんって言ってください。せーの、なーにー、ありがとう、いってらっしゃい、ありがとう。また7時半に会います。